はい、中年オタッキーです。今日はニコンのね、F601、の紹介になってまいります。んで、まあ先週も告知、まあ以前からね、あの告知してた通りね、あのこのカメラを抽選で1名様に、プレゼントするという、カメラプレゼントのね第3弾になってまいりますね。まあそんな感じで今日の動画スタートしていきます。このニコンの F601 なんですけども、ヤフーのオークションで、まあ前回の動画でも言いましたけど、ヤフーのオークションでかなり安く仕入れまして、このねレンズ付きで、レンズもねちょっとこれすごくね、あの中身が見にくいんですけど、多分ですね、多分ホコリは結構あるんだけど、ホコリはねもうズームレンズはしょうがない部分があるんですけどね、カビはこれ多分ないんじゃないかな、ちょっと分かりにくいんですけどね、曇りはないです。で一応ね試写しておりますので、後で見せますけども、ほんでねこのカメラなんですけど、ニコンの、銀塩のオートフォーカスの、まあ過渡期のカメラになりますかね。電子ダイヤルが1個ね装備されてまして、2つじゃないんですね、1個なんですね。でマニュアルの時はこのレンズの絞り輪を使って絞りを設定して、でこっちでシャッタースピードで、絞り優先オートになるとね、もうこのね絞り輪をね、あの最小絞りにしてこのレンズのピンでロックしちゃうんですね。ロックしちゃって、ほんでこいつで絞りを決定で、シャッタースピードの時はこいつでシャッタースピード、シャッタースピード優先の時はこいつでシャッタースピード、まあ、ややこしい、ちょっとややこしいシステムになります。で性能なんですけども、まあ2000分の1までしかシャッター速度ないみたいなんですね。マックスで2000、そっちはちょっと退化してしまってるみたいなんですけどね。まあオートフォーカスの性能はねもうズバ抜けて上がってます、ものすごい上がってますね。もうありましたもんね、合唱速度がすごく上がりました。F501、ちょっと前にね紹介した F501 に、と比べるともうはるかにね合唱速度上がっております。でこのモデルはね、あのポップアップ、これ内蔵のストロボもついておりまして、まあデジタルカメラと違ってその ISO 感度はね固定だし、そんなに ISO 感度高いフィルムってあんまない、あったとしても画質がすごく悪いですから、フィルムカメラこそこの内蔵ストロボがあったら便利かなっていうんであれば、まあまあこれ便利な装備だと思いますね。でレンズなんですけど、前回その F501 の紹介の時もう3570、のズームレンズ、まあこれも3570なんです。ちょっとね微妙に仕様が、違いますけど、基本的に光学性能は一緒みたいです。でちょっとねこいつね、ズームリングがちょっと重たい、渋いですけど使えます。一応ジャンク上がりなんで、一応撮影テスト、してますんですけども、まあ特にトラブルなく光線漏れもなく、使えるみたいなんです。なんていうんですか、プレゼント企画に、まあ、出すわけなので、とりあえずねこのカメラレンズで撮った写真を見てもらいましょうか。フィルムはね、イギリスのケントメアの100、白黒ですねで撮っております。それちょっとね写真撮る時間が全然なくて、まあ適当な写真になってしまってるんですけども、畑にねおばあちゃんが
座って人参を収穫している写真ですけども、これはね70ミリで撮りました、このレンズね、その以前は35ミリ域がズバ抜けて、解像度が高くて50ミリはそこそこ、70ミリはちょっと甘いって言ってましたけど、今回その70ミリで撮って、まあこの時絞りはね、絞り8まで絞ってるんですけど、まあ70ミリでもね、絞り8まで絞れば、十分な、もう十分すぎるぐらいの解像度があるなっていうのが実感できると思います。で、露出はね、これ全部オートで撮りましたが、まあまあ優秀な、ニコンさんね、その、自動露出のね精度がすごい高い、評判ですけども、まさしくそれで、露出外れなく、絞り優先オートで全部撮ってるのかな、絞り外れなく撮れてますね。で、電池はね、残念ながらこれリチウム電池なんですね。前回の F501、 前回紹介した F501 は炭酸電池なんですけど、これちょっぴりね、 2CR5 よりちょっぴり小さい、CRP2 っていうリチウム電池。これ Amazon で買ったら5、600円で買えるのかな。で、結構長持ちします。ストロボをね、バンバン炊かなきゃ結構長持ちする電池ではありますけど、まあそこそこの値段はします。この電池は、ね、もうお付けします。それと、カメラプレゼントの方、このフィルムもね、1本お付けしますんで、ご自由に取りくださいということで。あと、ストラップはね、これね、ニコンのプロストラップがついてたんですよ。で、私カメラ買いすぎてね、ストラップ、万年ストラップ不足に悩まされておりまして、ストラップはお付けいたしません。ニコンをその救済する、企画を、まあ、やっておりますけども、ぜひね、当たった方は、ニコンのね、純正のね、ストラップをお買い上げいただければと思います。ちょっと、カメラただでもらってストラップが高えぞみたいな話になるかもしれませんけど、まあまあそこはちょっと自由ですけどね。それで、まあ、作例ちょっと適当ですけども、このレンズが、まあ問題なく、まあまた解像度も高いレンズであることわかると思います。で、ちょっと重たいですけどね、現代のその、ニコンの、デジタルの 4K シリーズとか、EOS キスとかに比べたらちょっと重たいです。でもね、オートフォーカスもね、中央1点ではありますが、ものすごく秀逸なものになりますし、露出制御もね、なかなかいいですし、ポップアップソナーもついておりますので、十分な、性能を発揮できると思います。今日の動画はそんな感じなんですけども、平凡っちゃ平凡なんですね、このカメラね。特にね、シャッタースピードが速いわけでもなく、特別な装備があるわけでもないんですけど、まあね、ニコンさんらしく質実剛健な作りだとは思いますよ。ただその電子ダイヤルが1個しかないんで、そのマニュアルの時は絞り輪を使って、その AE を使う時は絞り輪を固定とか、ちょっとややこしいところが見えますね。F501 は、電子ダイヤルがなかったんでね。だから、AE の時だけ絞り輪を固定して、他は全部絞り輪を動かすという、設計だったので、ちょっと、なんていうんですか、これがシャッタースピードダイヤルになったり、絞り優先ダイヤルになったり、ややこしくはあります。まあ今日はそんな感じです。で、まあ応募方法、カメラプレゼントの応募方法なんですけども、まあ、ツイッター、いつもね、ツイッターでやってるんですけど、今回もそれできます。まず、私のね、YouTube のチャンネル登録、まあ、してない方はしてください。してる方はもうそのまま継続で構いません。で、それで、その次に、私のツイッターのアカウントをフォローしていただきます。中年オタッキーね。フォローしていただきまして、まあ、フォロー済みの人もいいですけど、で、ダイレクトメールでね、カメラプレゼント応募しますという、内容で送ってください。で、そのカメラプレゼントを応募しますっていうのに、YouTube アカウント名も、必ず記載するようにお願いしますね。で、ですね、今回からちょっと、もう、前回もそうだったんですけど、だいぶ応募人数が増えてまいりましたんで、ミスを防ぐために、アンサーバックをやります。とりあえず、応募していただくと、こちらから、48時間以内に、エントリーナンバーを
お送りいたします。でエントリーナンバーが48時間以内に送られてこなかった場合、送られてこなかった場合は私が見落としてる可能性が高くなりますんで、応募したんですけどエントリーナンバーはまだですかという、DM をもう一発送ってもらうことになります。で、応募期限なんですけども、今日何日だ20何日だったっけ、28日、5月28日、何日までにしようかな、だいたい2週間ぐらいを考えると、6月の15日かな、6月15日、土曜日の、23時59分59秒をもって、応募は締め切らせていただきます。で23時59分59秒で応募は締め切るんですけども、48時間後、つまり17日の深夜までに DM がそのエントリーナンバーが来なかった場合は、その12時間以内に DM を送ってください。つまり、応募総数確定するのが、18日の深夜、23時59分59秒になります。まあそんな感じでちょっとややこしくはなるんですけどもね、ちょっと一人でやってるんでね、ミスが発生する可能性がちょっと応募総数が増えてきてるんで、まあそんな感じでね、もう応募総数も100名で締めさせてもらいます。すいません、まあ100名超えることはないとは思うんですけどね、このカメラ欲しいという方はね、特にね、まだ銀塩写真やったことがない、という方はね、ぜひぜひね、応募していただきたい。フィルムも1本ついておりますんで、電池もついてますんでね、お金1円もかけずに、とりあえず写真撮るとこまではいけます。で、現像が、650円ぐらいか。で、まあ、プリントもするんだったらね、そのプリント1枚につきいくらとかなってきますけど、これ36枚撮りなんで、例えば1枚30円のプリントの店だったら、全部で1800円ぐらいで同時プリントできるのか。まあそんな感じになります。で、まあ、今日の動画ね、その写真の技術的なこととか何にもなかったんですけど、まあ、カメラプレゼントの、動画ということで、勘弁してください。次回の動画、次回の動画は多分こいついきますね。これ。コニカ C35 のね、これね、ジャンクハードオフで500円で買ってきたんですけど、かなりの上玉で入りました。まあモルトは完全に腐ってたんでね、この辺のモルトね、自分で張り替えて、これね、ドライバーとかでね、もともとついてたモルトをね、全部腐ってたやつを全部剥がして、で、テープ付きのね、フェルト材っていうのをね、ホームセンターで買ってきて、モルト、本物のモルトだったら高いんで、ホームセンターでね、フェルト材っていうのを買ってきて貼り付けてます。で、ほんとびっくりするぐらい映ります。これね、多分、次の動画見た方はね、コニカ C35 欲しくなるんじゃないかなっていうぐらい、俺らものすごい映りますよ。びっくりします。で、最近ちょっとね、コンパクトカメラとか、プラカメにね、かなりハマってます。一眼レフカメラとかもね、行きたいんですけどね、なんでハマってるかって、まず安いんですよね。安いしね、個性があって面白いんです。これもね、ツイッターではね、ちょっと紹介しましたけど、これ、ペンタックスのね、SPO のね、135M っていうのね、これも500円で仕入れてきました。これね、これテレ側がね、135mm まであるんですけど、135mm 側のね、開放絞り値が F12 という天文学的に暗いレンズがついてるんですけどね。それで、マックスシャッタースピードが400分の1とかね、ちょっと面白そうなカメラ。映りは良さそうなんですよ。ネットで見たらね、映りは良さそうなんでね、ちゃんと映れば面白いかなと思ってます。まあ今日の動画はそんな感じですけども、まあね、ちょっと時間がなくてね、このカメラもね、久しぶりに動かそうと思って、これね、
キャノネット QL17G3 って言って、以前もちょっと一回紹介しましたけど、白黒写真を撮るとすごくいい絵が出るんでね、使いたいなと思って持ってきてるんですけどね、なかなか動かす暇がない。で、こいつの紹介もねしたいんですよ。これディコンの D100 なんですけど、実はね、最近の動画のね、オープニング画面、オープニング画面の写真は、ほぼ D100 で撮ってます。気づいてたかな。データが軽いっていうのもありますし、画質もよろしいんでね、D100 で撮ってます。まあ、今日の動画はそんな感じです。プレゼントをね、6月15日まで、締め切りが6月15日ですからね、そこを勘違いしないように、で、DM が、その2日後までに帰ってくると、2時48時間以内に帰ってくるということで、15日までには締め切りしますんで、どしどし応募ください。ただし100名を、100名に到達すると、応募を締め切らせていただきます。で、今回はね、ニコンの一眼レフト、フィルムまでついてます豪華な、プレゼント企画になっておりますので、どしどしご応募くださいませ。で、当たった方はね、フィルムまで送られてくるんで、当然写真を撮っていただきます。まあ、今日の動画はそんな感じです。もちろんね、応募する方はチャンネル登録が必要ですが、カメラのね話、主にカメラの話ばかりしていきますんで、もしね、今後も見ていきたい方、チャンネル登録できればよろしくお願いします。で、今日の動画もね、もしよかったらいいねボタンを押してください。励みになりますんで、まあ、今日の動画はそんな感じです。次の動画ね、何になるかわからないんですけど、で、6月15日が締め切りなんでね、プレゼント、カメラプレゼントの発表は随分後になりますけど、まあ、そこはちょっとおいおい考えてまいります。今日の動画はそれここまで、また次の動画をお待ちください。それではまた、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次もよろしくお願いします。それでは。